今からね、こちら無料だということでマット洗い機使い方をご紹介したいと思います。まずですね、これ、マット洗い機は洗えませんということでね、こんなマットは洗えませんということでね、そしてですね、一番最初にですね、レバーを上げるこれですね、これを上に上げてください。そしたらね、そして2番にマットを、挿入ですね。汚れた面を下にするということです。で、マットは、下から出てきますということでね、この下から出てくると思います。じゃあちょっとやってみたいと思います。水量がね、まあこれは調節していただいて、汚れた面をね、下にするということですね。レバーを上げましたね。そしたら音が鳴るので、マットをね、汚れた面を下にして挿入するということですね。じゃあやってみましょう。おお、入ってきますね。はい、こんな感じですね。こんな感じで、さっきね、このやってないのと見比べたらですね、全然違いますよね。こっちの方が綺麗になってるんで、無料なんでね、皆さんもやったらいかがでしょうか。これいいと思います。無料なんでね、された方がいいと思います。じゃあこちらね、もう一枚いきます。すごい音ですね。ここ必ずちょっとね、あの汚れている面を下にしてってことでね、これあの小さいお子さんとか気をつけてくださいね。危ないですから、これ手入れたら、はい、必ずね、大人同伴でやること、これが大事ですね。子供さんにはやらせないように、これ危ないですから。はい、終わりました。はい、こちらですね。いかがでしょうか。かなりね、綺麗になりましたね。でね、こういうマットを干すとこがございますので、こういうね、洗車場は。ここでね、終わるまでね、ちょっとマットを干すという形で。はい、これでね、マット洗い機の使い方完了ですね。どうですか、さっきとね、見比べたら全然違いますよね。やっぱりマット洗い機はね、使った方がいいですね。すごく綺麗になるので、見違いますよね。はい。それではね、マット洗い機の使い方でした。ご視聴ありがとうございました。まあ、こうやって、ね、上に乾かせる、ね、こうやってスペースがありますので、そこで乾かしてください。はい。